財布自由の方が利用する自立訓練、機能訓練について説明します。自立訓練、機能訓練では、主に経髄損傷者を対象に、理学療法、作業療法、リハビリテーション体育・職能訓練、自動車訓練といった訓練を組み合わせて提供しています。医師、看護師、 介護福祉士、栄養士、理学療法士、作業療法士、自動車訓練専門職、職業指導員、運動療法士、ケースワーカーなど、多職種が連携して支援を行います。理学療法では、関節可動域の改善や筋力の維持・向上を目指し、 日常生活の基礎となる移動や異常動作等の獲得に向けた訓練を行っています。また、車椅子など身体状況に応じて必要な用具の作成に向けた助言及び作成後の調整を行います。作業療法では食事、静養、行為といった身の回りの管理、異常、 入浴、排泄といった日常生活に関わる動作の獲得及び習熟を目的とした訓練を行っています。また、対象者に合わせて、調理、福祉用具の選定、医療の改良、工夫、住宅改修や住環境整備についても支援しています。 リハビリテーション体育では、スポーツの持つ様々な特性を活用し、筋力向上、関節可動域の拡大、体の使い方の訓練により、車椅子操作の習熟と運動能力の向上を目的に、訓練を行っています。また、運動の習慣化に向け、競技スポーツの体験や、 自分自身で継続できる運動方法の習得などについても支援しています。職能訓練では、個々の経験やニーズに合わせて自助具を使用し、パソコン各種ソフトの習得を支援しています。また、必要に応じて、母器の習得についても支援しています。習慣訓練プログラムの例です。 週刊プログラムにより、作業療法、理学療法、リハビリテーション体育等を実施しています。日中時間帯にトイレや入浴介助を週3回実施しています。以上で、死体不自由の方が利用する機能訓練の説明を終わります。